シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず触らずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあまずは、今日水曜日なので、これは、日曜日から始まっているので土曜日までですね。はい。火のグループ、まずは火のグループですね。感情の星座、お羊座、獅子座、射手座。このグループはですね、恐れの解放、変化を受け入れてください。日々の忙しさに追われていませんか？注目、成功への、それは恐れじゃないでしょうか。一人になっていてはどうですかっていうことですね。はい、そして地のグループ、安定の星座、牡牛座、乙女座、ヤギ座。乙女座ね、私、包み込む母の愛、需要ですね。女性性ね、はい。力強い優しさ、それは自分自身に優しくすること、ね。お母さんと過ごすのはどうでしょう。最近話していますか。おお、わかりました。電話します。はい、まだ終わりだね。はい。そして風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座。信じる力、大きく太くあること。動くものは時を変える。高みからの視点でいろいろ見てください。必要な情報がいろいろ集められてきますということですね。はい、そして水のグループ、感情の星座、蟹座、さそり座、魚座。季節を感じて生活をしましょうね。旬なものを食すのもいいですね。ですね。ちょっと感じてみるのがいいかもしれませんね。さあ、シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。